リアルなミリタリーウォッチとして高い人気を誇るハミルトンカーキフィールドシリーズ。今回ご紹介するモデルは高い視認性を誇る文字盤と堅牢性に加え驚異的な軽さを実現し、スタイリッシュなモダンスタイルを組み合わせて新たなカーキフィールドスタイルを確立したモデル、ハミルトンカーキフィールドチタニウムオートをご紹介させていただきます。個性的ながらも様々な場面で活躍する腕時計をお探しの方にぴったりの一本をじっくりとご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧くださいませ。この時計の最大の特徴は何といっても38ミリという大きすぎないサイズ感にブラック PVD 加工を施したマットブラックのチタン製ケースとブレスレットです。ブラックチタン特有の質感は深みのあるスタイリッシュで高級感が漂うデザインとなっており、カジュアルな服装のみならずビジネスシーンなどフォーマルスタイルにもマッチする仕上がりとなっております。文字盤の特徴はミリタリーウォッチらしく、夜間でも文字盤が読み取りやすいように夜光塗料をしっかりと塗布されたアラビア数字のインデックスが配置されています。さらに12時間表示に加え24時間表示と5分単位の60分表示まで備えており、実用性と機能性、そして高い視認性と全てを備えた仕上がりとなっております。ノンデイトでシンプルな見た目は飽きることなく長期間にわたり腕元で活躍できるデザインとなっております。ムーブメントは80時間のロングパワーリザーブと対時性に優れた二爆論性ヒゲゼンマイを採用したムーブメント H10 を搭載、いつでもどこでも安心して着用できる仕上がりとなっております。それでは最後にこの時計のポイントを私なりにまとめてみました。個性的でインパクトがあるデザインながらも様々な場面に溶け込んでいくデザイン、軽くて着用していることを忘れてしまうような装着感と高い耐久性を誇る堅牢性、安定の性能を誇る最高品質のムーブメントを搭載、ミリタリーウォッチやアドベンチャーウォッチの枠を大きく超え様々な場面で活躍できるタイムピース、ハミルトンカーキフィールドチタニウムオート。高いスペックに加え手に取りやすい価格帯という圧倒的コストパフォーマンスを誇る一本をぜひご自分の腕元で体感してみてはいかがでしょうか。概要欄に貼っているリンクから時計詳細をご確認いただけますので、ぜひオペラ金美堂公式ウェブサイトもご覧くださいませ。皆様の時計選びの参考にしていただけたら幸いですので、他の動画もぜひご覧くださいませ。